どうも、おやっとさです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回はこの夏にめちゃめちゃおすすめしたいうまい一杯をご紹介します。クエン酸バリバリの一杯、疲労回復にも役立つと思います。最後までお楽しみください。鹿児島市電神田交通局前電停から徒歩1分くらいのとこにあります鹿児島市上新田麺屋金の麦さんにお邪魔してます。さあ、こちらが金の麦さんのメニューになります。今回はこの中から店主おすすめ梅塩レモンラーメン、トッピングに味玉をオーダーしました。こちらが金の麦さんのお漬物になります。昆布だしの効いたカリカリ食感の美味しいお漬物、いただきながらラーメンが来るのを待っていると着丼です。ダクドンと同時に香ってくる柑橘系のいい香り、いただきます。ということでスープから。いや、このスープうまい。動物系の旨味がしっかり抽出され、まろやかなコクであっさりするタイプ。スープのベースは鶏ガラ、そこに塩だれと甘酢を配合。塩は減塩を使っているそうです。トッピングされた梅やレモンのエキスがスープに染み出し、爽やかでとても飲みやすいスープ、後味もすっきりするうまいスープです。そんなスープからリフトアップしてできた麺は細麺ストレート、吸っちゃいます。いや、この麺うまい。金の麦製麺製の自家製麺、程よいコシに、噛めばコシの強さを残しながら徐々にもっちりしてくるタイプ。麺がしっかりスープをまとい、口まで運んでくれるうまい麺です。麺のうまみとスープのさっぱり感の相性は抜群にいい感じです。この程よいコシともっちり感のある麺は喉越しもいいため、あっさりとしたスープと絡めるとズバズバとガンガンすすれちゃいます。てなわけで、標準的な味が分かったところで梅を崩し、そしてレモンもしっかり押し込み、エキスを出しスープになじませていきます。そのなじませたスープをすすってみると、いや、この味変ができてとても美味しい。さらに酸味が爽やかさを演出、鶏ガラベースの相性とのバランスもとても良く、とてもうまいスープ。蜂蜜漬けした梅からの蜜の甘みもスープとマッチしていて、さらに深みを演出しています。今度はその酸味を増した麺をすすってみると、麺がその酸味と爽やかさをしっかりと引き連れ、口の中でいい香りと風味を醸し出してきて、とても美味しいんです。さらに後味もすっきりするため、本当にガンガンズバズバといけちゃううまい一杯。そのスープを再度すすっていき、麺や金の麦さんの梅塩レモンスープ、めちゃめちゃうまいことを再確認した後は、はい、チャーシューです。一口パクリといただきます。うまい。程よい醤油だれの味付けで、肉質と脂身のバランスがよく、砕けてとろけていくタイプ。レモンや梅の風味との相性もバッチリです。さあ、続けて味玉は、こちらの味玉もめちゃめちゃうまい。固めの茹で加減で濃厚な味付け、チャーシューの煮汁で味付けをするそうです。さらに畳みかけるようにメンマも食らうと、単体でもいけちゃうコリコリ食感のうまいメンマ。
さ、最後は梅も頬張りながら最後の最後まで美味しくいただいちゃいます。そんな麺や金の麦さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日はこちらのスープ、さっぱり最後まで飲めて会員完食です。女性にも人気のあるさっぱりあっさりとしたうまい一杯、川端店長曰く、上新たの町の人たちにいつでも気楽に来ていただける地域密着店を目指して運営しているとのことでした。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。